攻略本片手に108星を集めるアッキーミロです。はい、続きやっていきます。今回はまずビッキーの装備とか整えてからルクレティアに会いに行きたいと思います。まずは紋章からですね。ビッキーは瞬きの紋章、これ各シリーズ毎回つけてる紋章なんですけど、これは固定ですね。また風の紋章でもつけておこうと思います。あんまりつけてる人いないんで。お次はカジアです。ワンドをレベル7にします。レベル7になったんですけど、なんか攻撃力70しかないですね。レベル10になったら急に跳ね上がるタイプの武器かな。お次は防具屋です。ビッキー、一応ウィザードハットで10上がるって買いましょう。あとはマジックローブで24上がりますね。買いますか。あとはガラスのバングルで12ぐらいですかね。他にもガンナーブレイザーとかプラス8上がる人いるんで買いたい気持ちはあるけど、まあ今はやめといた方がいいか、ちょっと迷うな。まあ、とりあえずビッキーのは買いましょう。で、あとアイアンブーツか、いやロングブーツか、これでプラス5ですね。ビッキーの装備は整いました。ガンナーブレイザー、ログトランつけるか。いや、ボーンブレス、ヤシナブラで買ったやつだな。まだいいや。ちょっと、ポッチそんなまだ溜まってるわけじゃないんで、温存しておきます。お次は武術指南所ですね。まあ、こちらはビッキーに限った話じゃないですけど、むしろビッキーはポイントまだ溜まってないですね。キサラは、そう、ステータス見ると、どっちかというと魔法タイプなんですよね。レンジはアイスなんですけど。ちょっと紋章を前衛に向いてるやつつけちゃったんで、防御上げましょう。あと体力も。これでキサラは OK。で、ログも300だったら使えるのか。防御上げるか。むしろログを前に出したいな。ログの方が壁には向いてんですよね。で、ランは300あると。ランどうしよっかな。よし。臨床。ちょっと攻撃をもうちょっと早めにやってほしい。マルーンは、どうしよっかな。外さないでほしいから、ちょっと技術の命中アップにしましょう。で、ツバイクビッキーはまだ無理って感じですね。で、お隣にあるこちら、マルーシュ、いけるか。一応362あるんで、魔力と魔法剣いける。魔法剣が未だによくわかんないですけどね。まあ、ちょっと後の楽しみに取っておきましょう。とりあえず魔力。せっかくなんでね、やっておきましょう。で、リオンも、栄翔か、魔力か。栄翔にしておきましょう。早く唱える。はい、こんな感じで OK ですね。では、ルクレティアの元に向かいたいと思います。はい、到着です。おや、おかえり、ただいまでーす。失礼する。ご苦労様、ツバイク、どうでした？私の仮説はほぼ立証された。セラスコは川をせき止めて作られた人工の湖、そしてあの遺跡そのものが巨大な水門だ。なんと、まだ動くんですね。ああ、実際に動かしてみたわけではないが、おそらく大丈夫だろう。わかりました。王子、今まではぐらかすようなことばかり言ってごめんなさい。ヘイトリッド城塞を落とす策、ご説明します。どんな策ですか？と言っても、大したことじゃありません。あの遺跡の水門を開く、それだけです。セラスコに蓄えられた水が一気にフェイタス川本流に流れ込めば津波にも似た激流となるだろう。ヘイトリッド城塞はその直撃を受けることになる。いかにビーバー族の技術で作られた砦といえどひとたまりもあるまい。マルーン、複雑な心境なんですね。俺たちの技術が、俺たちの技術が
待てよ、おい。ロードレイクはヘイトリッド城塞の下流にあるんだぞ。そんなことしたら俺たちの町までえらいことになっちまうじゃねえか。そっちはムルーンさんたちに頼みました。砦の残骸がロードレイクまで流れていかないように歯止めを作ってもらっています。そうか、本当に大丈夫なんだな。絶対だな。ビーバー族の技術ですよ。信じてあげてください。だからヘドリッド城塞手こずってるわけですからね。王子どうでしょう。選択肢、見事な策だ。ダメだよそんなの。え、ダメだよそんなの。あー、そうか、今トーマが言ってた通り、すごい津波みたいなのが来ちゃうから、そのヘイトリッド城塞の人たちを皆殺しにしちゃうってことか。合ってるかな。見事な策だ。ダメだよそんなの。一応攻略も確認します。はい、確認したんですけど何も書いてません。ということはどっちを選んでも影響はなさそうですね。ダメだよそんなのってね、こう力強く書いてあるんで、さっきの言ったことが合ってるか分かりませんけど、選んでみましょう。お、王子の言う通りです。ヘイトリッド城塞の兵士も同じファレナの民なんですよ。あ、やっぱそういうことでしたね。よかったよかった。やっぱりそうですよね。あそこは特に徴兵されたばかりの兵士が多く配属されてるそうですし、そんな人たちまで皆殺しにしちゃったんじゃあね。私たちゴドウィンの横暴を止めるために戦ってるなんて言えなくなっちゃいますよね。戦で殺すのは良くて溺れ死にさせるのは悪いのか。どっちも悪いに決まってますよ。でもやらなければならないとしたら、人死には少ない方がマシでしょう。王子、ヘイトリッド城塞の兵を追い出す策も考えてあります。安心してください。さすがルクレティアさん、人が悪いな。早く行ってよ。あんたのことだ、そうだろうと思ったよ。そのために一度砦に攻撃をかけます。王子の号令があればすぐ始めますけど、どうします。ちょっと待って、すぐ始めよう。準備万端です。行きましょう。わかりました。提督、ラフトフリートの皆さんの出撃をお願いします。あ、任せてもらおうか。ま、待ってくれ。どうしたトーマ。ロードレイクの仲間を連れてくるから、俺たちも砦攻めに混ぜてくれよ。マジか、トーマくん。俺、ロードレイクはいろんな奴らにひどい目に遭わされたんだから、助けてもらうのが当たり前だって思ってたけど、王子さんだっていろいろあったんだろ。それでも泣き言一つ言わねえで頑張って、俺たちのことまで考えてくれてる。マルーン、お前らビーバーだってそうだ。え、これじゃあ俺たち格好悪すぎだもんな。おお、トーマくん覚醒、足速え。あ、トーマ、あの子いい顔になったわ。ほんとっすね。殿下のおかげですね。キサラ、ロードレイクの連中が乗る船を用意してやんな。はい、提督。さーて、行くよ。行きましょう。さあ、久々の回戦です。メンバーはこの赤いところ以外はいじれそうですね。このダハーカと突撃戦だけか。こっちがロードレイクで右上がダハーカですね。まあ名前の通りですけど、ちょっとまたメンバーの組み合わせによっては名前が変わるかもしれないんで、ちょっといろいろいじってみようと思います。はい、ちょっと今ここで分かったんですけど、戦闘のサポートすらも選べなかったキャラ、戦争だったら選べるみたいですね。この不要さんみたいな人、ただそれでもまだいない人いるんですよね。ノルデンさんとか、まあそれぞれやっぱどっかのタイミングで活躍できるっていうのがあるみたいですね。ちなみにオボロさんもいますね。こういうのをちょっと楽しみながらやっていきたいですね。ちょっと余談ですけど、今このランとログのところに
キサラを入れたかったんですけど、ダハーカに強制的に配置されてて、親子出撃できないですね。残念。はい、とりあえず今回はこれでいきます。なんかそんな深く考えてないですねまあなんとなくで決めたメンツですけど、いけるはず。 GO! 終了か。 OK! ゴドウィング1600人か。ヘイドリッド城塞攻略戦。アキミノ軍は1250人なんて、こっちの方が数少ないですね。みんな、ロードレイクの男もやるときはやるんだってことこを見せてやろうぜ。アルメイド、あのクソ取りでいつかぶっ潰してやるって決めてたんだからよ。行くぜ、オラオラ。ゲシュさんやる気満々。王子、まず砦を守っている船を全部片付けてください。砦そのものは後回しです。結構簡単に言ってくれるけど数多いですよ。おお、弓戦、突撃戦、白兵戦、弓戦、バランスよくありますね。ちゃんと相性を考えて向かわせないと危ないパターンだな、これ。はい、せい。ゴドウィン君、バーサス、アキミノ君、戦闘開始。まずは、白兵戦、弓戦か。こっち、突撃戦が、ボッサン、いや、ロードレイクの民がいるじゃないか。まずこっち向けるか。弓隊がいないな。ダハーカが弓だから、一応こっち行くか。白兵戦。そういえば、ファルーシュに、黎明の紋章が宿ったおかげか、黎明の紋章っていうのが技にあるんですよね。ちょっとこれやってみたいな。突っ込むか。行くぞー。これも白兵戦か。有利行くぞー。で、こいつは同じ角形戦だから有利突っ込むぞー。で、紋章弓戦。弓部隊少ないんでね、ちょっと貴重なんで、あんまり軽々しく突っ込ませたくない気はしますね。あとは、有利、行け!ボツさん!最後これ、弓戦。多いなぁ。有利、行くぞ。すべて相性で攻めるんだ。はい、そろそろ接触です。まず、シースさんのちょっと突っ込みすぎだな、これ。一部隊で。ちょっと下がって。なんか戦闘終わった後、すぐ追いつかれそうな気がする、これ。なんか追ってきてる。よしよし。いい感じに逃げてる。で、改めて、そう。いや、まず、こいつが、この部隊をまず倒さないと危ねえな。よし、行け行け、蹴散らせー、ほら行くぜ、片っ端からぶっ飛ばせー。ロードレイクの旅を、今までの怒りをぶつけてくれ。突撃ー。よし、一気に減らした。逃げてったー。なになに、なんか指の技使ってきたのか。シュースさん、痛い、やってくれるよ。矢の雨ってやつ使われたんだね、今。ちょっとこの製造炎とかどうやって使うんだろうな。使い方が分かんないですけど、いまだに。これは互角か。ちょっとダハか。早く。じゃ、これじゃない、白兵戦か。はよ行って。で、これはちょっとこっち。で、こっちはこっちで、白兵戦がぶつかっちゃった。白兵戦、バーサス白兵戦、あんまりよろしくないぞ。まあ、相手を、おぉ、ちょっと待って、クリだ、やめて、向こう行って。ちょい、捕まる。これは、ダハーカ突っ込んで。ここでなんか、選べないのかな、技。ボタン今適当に押してるんですけど、何も出てこないな。ちょっと待って、帰るー。いいのか、相手が振りって書いてあったから。よし、いいぞ。ちょっとごちゃごちゃしすぎてよくわかんなくなってきたな。
ちょっと待って、ちょっと待って、一回。不利だな、不利。やっぱこれダメだ。ちょっと下がって。これは、突撃戦じゃないとダメなパターンか。そうだそうだ。かかれー！わしの船と野郎なんざ、いい度胸だ！技の出し方がよくわかんないね、本当に。どうすればいいの？ここで、スタートとか、セレクト、L とか押すと、あ、L1 で特殊が出た。矢の雨、行くぞ！あ、ここで選べってことか。突撃戦、相性良くないよね、確か。やっぱそうですよね。もう倒せそうだからな。ちょっと待て、それよりも、バルーシュ。バルーシュ王子殿下、技を使いたいんだけど。L1 か。黎明魔法、いけ！黎明の紋章、どんな効果だ？おお、大爆発！おお、範囲内の敵全てに当てるみたいです。めっちゃ強い。みんな一気に入れた。しかも回復までしてるっぽい、これ。あとなんか、進路を配置してるおかげで、あの、魔法が一回多く使えます。そしてサイルズも戦闘です。気は進まないけど、やるしかないか。おー、選べる。もう通常でいいかな。相手倒れる寸前だし。いや、でもいっぱい放てるのか。撃っちゃおう。ノーダメで勝てるはず。撃て。ファイヤー、船燃えたら大変ですよ。大爆発！はい、終わりー。いや、終わってねえ。なんで耐えた？耐え抜いてる。白兵戦。こっちはいけるのか。こっち、フリーやめてー。フリーやめてー。ちょっと一回逃げてー。ダハーか。互角か。まあ、仕方ない。突撃戦。そう、突撃戦が有利なんだよな。弓戦。もうあいつは倒れる寸前だ。奥だ。やばい、不利だ。出るー。やべえ、ファルーシュちょっと撤退させましょう。ファルーシュが捕まったらやばい。逃げろー。逃がすなー。やれー。ちょっと待って、ちょ待ってね。特集。いや、矢の雨はもったいないってさっき言ってたんだな。やめる。とりあえず有利なやつはどこだ。ダハーカーは数が多いところに向かわせたいんだけど、こっちだ。もうどれがどれだか よくわからなくてきた、本当に。かかれ。敵部隊と接触したであります。攻撃を返するであります。お願いします。残り5なんで。ふい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 。よし、沈めました。まず一隻。この弱点っていうのは選べないな。有利。ダハーカ接触してるようにしか見えないんだけどな。なぜだ。不利なやつがいるな。やっぱちょっと技使おう。やばい、不利なやつ当たっちゃった。かかれー。ブヘアー。あかん、あかん、離れろー。よし、特殊もう使う、こいつに。うえ、突撃戦、邪魔だ。どんぐらい減るか分かんないけど。微妙にしか減ってねー。まあでも相手を下がらせただけでも効果あり。
またファルーシュか。やべえな、そろそろ黎明のモーションもう一回使わないとファルーシュの部隊がやられちゃうかもしれない。51、やっぱり危ない。ファルーシュの部隊ちゃんとコントロールしましょう、自分で。こっち突撃突撃、皆の者それ越しに続け。ボツさん、あなたがいてくれるだけでこっちはだいぶ助かるんです。突撃兵は少ないですからね。よし、劣化のかけらゲットです。でだ、引き続きこれは白兵戦か。ボスはこっちだ。ロードレイクの船があった気がするんだけどな。これか、行け。でカイルの船もちょっと下げよう。でダハーカの船はやっぱこっちだな。かかれ。言うて主婦たちもそんなに兵多くないからな。気をつけないと。白兵戦ツッコミ。ゲッシュさんお願いします。よし、いいぞいいぞ。でだ、海戦。こっちで白兵戦は相変わらず追ってっていいよ。紋章弓士もこっち。かかれ。逃がすな、シュース。もうそしたらその船後方待機でいいよ。もう厳しい。よし、倒しました。アイテムゲットできたかな。できない。下がれー、シュースたちは。ツッコミ。よし、この船も終わりでしょう。はい、撃破。で次は有利なのはこっちか。行こう。かかれ。提督の力を侮るなよ。OK、 一気に100以上減らしたら強え。この横にいる白兵勢はちょっと怖い。早く下がって。弓戦、ちょっと先にこっち行くから。これであとはもう何が何だかよく分からなくなってきたな。これは敵の艦か。突撃。いい威力出してる。ちょっとファルーシュたち、こいつ突っ込め。逃がすぞ。ストトーン。はい、オッケー、沈めました。で、ダカーハはこっち。ゴブゴブですね、これは。下がってった、ちょっと邪魔だな。こっち、よーし、風魔法放て。切り裂け。よしよし、60減りましたね。しかも回復減ってないけど。よし、あとは弓戦。他にこっちはもう弓はないか。もうみんな集中砲火、逃がすなー。でこっちはカイルさんの部隊じゃない、マルーシの部隊か。かかれ。手前にいる突撃部隊が邪魔だな。よしよし、下がってってくれた。よし、ならば今のうちに横から突っ込め。逃がすな。ドーン。
よし、31あとちょい。突撃！突撃！スマホだ。撃て撃て！燃えろドイバッパーツ。これでいくつくらい減るかな？結構減りましたね。そして固くなに攻め続けるサイアリッツ様逃がさんと言わばかりに。さあこれであと23、もうちょいですね。もう逃げられないよ。とどめの風魔法じゃ。全体のランパーとかだと逆にダメなのか、どうなんだろう。あ、やった、沈めました。オッケーオッケー、テクニックリングゲットです。しかも回復。味方の船が邪魔だ、下がらせろ。敵船団を引きつけ、ヒヤと紋章で攻撃する。おや、引き上げていくね。追う必要はありません。こちらも一旦引きましょう。全部の舞台倒してないよ。下がれだと、冗談じゃねえ。俺は行くぜ。ダメだよ、ゲッシュの兄貴、俺が作戦なんだ。くしょー。なんだ奴ら、どういうつもりだ。大勝利でーす。ボスアイテムサンダーヘルムです。ホッチもそれなりにゲットでーす。参った参った、ゲッシュの兄貴が怒っちまって大変だったんだぜ。あのまんま砦に攻め込んでもよかったんじゃねえのか。それじゃあこっちにも大きな犠牲が出るよ。砦を守ってる船さえ片付けばよかったんです。この後の作戦の邪魔ですから。王子、こちらは今からヘイトリッド城塞の兵士を追い出します。王子はもう一度セラスコの遺跡に行ってくれませんか。任しとき。セラスコからでも見えるような合図を出しますから、そしたら水門を開けてください。スバイク、あなたもよろしく。もちろんだ、私がいなくては遺跡の動かし方などわかるまい。お、オイラも行くよ。俺も俺も。トーマー、だいぶ変わったな、やる気満々じゃ。では王子、お願いしますね。ビヨーン。いよいよ水門を開くんですね。はい、開けましょう。王子、よろしくお願いしますね。セラスコの遺跡でどうするかはズバイクさんが知ってますか。はい、ついてくだけですけど頑張ります。これでロードレイクを助けられるんだね。サイアリさんは一抹の不安を抱えているようですね。すまんが、ログとランは置いてっとくれ。あの二人には別に大事な仕事があるからね。なんと、ログとランは使えないと。前回までで使っといてよかったな。ルクレティアさんから捨ててもいい船や油を用意するように頼まれたんですが、まさか船に油を乗っけたまま火つけて突っ込ませるパターンか。三国志の郊外さんみたいですね。どうするんでしょう。はーい。ではちょっとメンバーとか変えてきましょうか。ちなみに帰る前に、ビッキー、ここにいますね。行きたいところがあったら、行ってね。送ってあげるから。これでもう、テレポートで一気に移動できるってことですね。なんか、多分ここの鏡かなんか使えばいいんだと思います。ビッキーをメンバーに入れたら、ここにいなくなると思うんで。では、改めてメンバー決めですね。まあ、ファルージュ、リオン、ツバイク、マルーンは強制です。トーマも一応強制です。はい、今回はこちらのメンバーでいきます。まあ、ビッキーとソレンセンがまだ25レベルで低いので、まずこの2人あげましょう。まあ、ついでにジョセフィーヌもレベル25なんで、上の2人が育ったら途中で交代するかもしれません。そこまで戦闘があるかちょっと微妙ですけど、まあ、あとはサイアリスですね。ちょっとソレンセンの防具買いに来たんですけど、掘り出し物になんか源の兜みたいなのがありますね。こちらファルーシュとリオンがプラス8になるので買っちゃいます。8はでかい。で、炎の小手は誰も装備できないですね。
買うのは、あとジョセフィーヌもだいぶ上がりますね。ソ連製よりもどっちかというとジョセフィーヌだな。サイアリーズも結構上がりますね、こうやって見ると。6買っちゃうか。もうポッチがまただいぶ減ってきてるな。いや、むしろソ連戦そんなに低くないな。むしろサイアリーズの方がガンガン上がる。一気に、一気にポッチがなくなった。あと、白子のこの鎖鎧か。これ買ったらもう、買えないな。これ8でしょ。なんかガンナーブレイザーの方が11上がって、いいな。安いし。でももう8200しかない。これはちょっとエンカウントしながら、ポッチ貯めていきましょう。はい、今回はここでやめたいと思います。次回はセラスコに行って水門を開けてこようと思います。この動画良かったなと思えたら高評価、また見たいと思えたらチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。